六甲北有料道路は、神戸市の北部と三田市に位置する神戸、三田国際公園都市と、神戸市中心部や阪神間を結ぶ有料道路、神戸市道路公社が管理、柳谷ランプイ北が地域高規格道路の計画路線に指定されている。別名、北上バイパス。柳谷ジャイクション付近神戸市北区有野町有野で、 撮影神戸北インターチェンジ付近神戸市北区畑町、神尾灘で、撮影終点付近神戸市北区長尾町か密で、撮影中国自動車道、山陽自動車道、阪神高速道路と接続し、兵庫県下において主要高速道路のハブ機能を担う。自動車専用道路ではないが、歩行者、自転車、原動機付き自転車は通行禁止である。全線で、 ETC が利用可能である。柳谷ジャンクション神戸北インターチェンジ間が4、車線、それ以外の区間は2車線である。2車線区間のうち神戸北インターチェンジ、大沢 IC 間は、大沢 IC 近隣の神戸、三田プレミアムアウトレットへの来場者のため休日を、中心に渋滞が発生していることから、2016年度から4車線への拡幅工事が行われ、 2019年3月29日に4車線化された。前線が兵庫県道95号など、三田線に認定されている。下記の5カ所の料金所で徴収する。柳谷ジャンクションで6号北有料道路から阪神高速道路7号北神戸線に走行する場合には柳谷料金所で阪神高速の通行料金も合わせて徴収される。ありがとうございます。